大会決勝に完全に決定する。韓国は、午後8時日本時間9時キックオフの準決勝で、ウズベキスタン U24 ウズベキスタン代表と対戦し、2-1で勝利。午後6時日本時間7時キックオフの準決勝で、香港 U24 香港代表に勝利した日本の末決勝へ駒を進めた。決勝は2大会連続の日韓対決となった。過去最多の5回の優勝を誇る韓国は、アジア大会を制覇すると、兵役が免除されるという。そのため、強豪パリサンジェルマン MF リアスヒトイ元因ら4人の欧州組に加え、年齢制限外のオーバーエイジ OA 枠をフル活用するなど、本気モードで挑んでいる。前回大会は、現在 A 代表の DF 板倉光也 MF 三笘薫、旗手レオ、FW 上田綺世らを擁するも孫興谷孫奮民、トットナムらを揃えた韓国に決勝で敗れた。決勝戦罰ゲーム決定。これで日本が勝ったらマジで草。ベストネイバーじゃないだろうけど言うほど韓国も強く見えんな。まあどっちも弱かった、これ日本3軍で優勝してしまう。結局日本は韓国に勝てそうなんか？まあ韓国の方が強いだろうけど運良かったら勝てるんじゃね。さすがに手を抜いてたんだよな韓国。とりあえず日韓戦見られそうでよかった。日本は2軍だの3軍だの言ってるけど、1軍が出てきても監督が同じなら戦闘力はさほど変わらないのがこれまでの日本だから、オリンピックを占うのに良い機会。韓国はガチ面の割には大したことないな。選手層が薄いのか。韓国これ手を抜いてんのか。マジでこの程度ならもしかするといけるかもよ。韓国それこそ俺くらいで勝たないとあかんやつでしょ。これウズベク一人少ないのに大接戦してどうすんねん。韓国は中国戦とほとんどスタメン同じだな。勝つ可能性あるな。こや韓国倒して金メダルや。